暮らしを良くするお片付け研究室、チャンネル登録もよろしくね。こんにちは、お片付け研究室チャンネルのポンです。今回は暮らしにちょうどいい物の量はどれくらいというテーマについて、沖幸子さん著、部屋も心も軽くなる小さく暮らす知恵をもとに考察していきます。この動画を見ることによって、自分の暮らしにちょうどいい物の定量について学ぶことができます。それでは早速参りましょう。突然ですが、物にあふれて何をするにも億劫な気分。片付けようとすると家族にあれこれ言われる。物を減らせば心がすっきりすると思ったのに、喪失感でいっぱい。もしそんなお悩みを抱えた方がいたら、あなたは何とアドバイスしてあげますか？今回ご紹介することを実践していただくと、心の負担の減らし方と同時に、物をどれだけ持つべきか、物の減らし方について学ぶことができるでしょう。それでは具体的な方法を解説していきます。一言で言うと、物も心も6割にとどめるです。著者の沖さんは海外で生活マーケティングを学び、現在は大学客員教授でありながら生活経済評論家としても活躍されています。沖さんは美しく暮らすをモットーとしている一方、生活の水準はそこそこ、まあまあであるように意識しているそうです。生活をしていれば当然部屋が乱雑になることはあるけれど、それを一時的なものにできるように日頃から小さく暮らすことを心がけているとのこと。沖さん曰く、小さく暮らすために見直すべきことは物の量、そして心の量だと言います。これはつまり物の量を6割に減らす、心も6割のほどほどな考え方にとどめるということ。今回は沖さんが実践し、暮らしへの向き合い方も変化したというこちらの方法についてさらにご紹介していきます。ここでは物と心を6割にとどめて暮らす方法についてポイントを3つに絞ってみました。物を減らし続ける、心を暗くしない物の減らし方、完璧を望まずほどほど思考で。ここからさらに詳しくこれらを一つ一つ解説していきます。物を減らし続ける、まずはじめに物を減らし続けるについて解説していきます。沖さんは60代を過ぎてから普段から物を減らす気持ちで暮らしているといいます。ここでは沖さんが日頃心がけている物の減らし方についてトピックを3つ取り上げていきます。家具は増やさない、家具には目的が決まっています。買い替えることはあっても家具を増やすことは物を増やすことと同じ。沖さんはこのように主張します。家具を増やさないポイントは場所と量を決めること。この2つを決めるだけで自然と物の持つ量も定まってきます。ゴミの日の前日は処分できるものを探す。処分に踏み切りやすいものは雑誌や新聞紙、そして消費期限の切れた食品や化粧品です。このネットの普及した時代にいつか使う紙はほとんどないと沖さんは述べています。また消費期限の切れたものは体に少なからず影響があります。ちなみに化粧品の消費期限は表示がなければ3年間が目安だそうですよ。毎日1個以上のものを捨てて自分を褒める。物の管理が苦手な人の多くは捨てることに抵抗を持っています。どんな些細なものでも一つでも減らせたなら自分によくやったと心の中で声をかける。沖さんはそのように自分を褒めることをお勧めしています。以上、沖さん流の物の減らし方をご紹介しました。物を減らし続けることによって物の量を一定の6割以下にキープすることができると沖さんは述べています。一度に多く捨てるよりもこまめに捨てる、こちらのやり方だと心の負担も軽くなります。心を暗くしない物の減らし方、続いて心を暗くしない物の減らし方について解説していきます。大抵の片付けの本は物を減らすことを勧めてきます。そこでいざ実践してみると、物を減らさなければという固定概念にとらわれるわけです。物を減らしすぎた先に待っているのはうつうつとする、捨てられない自分に嫌気がさすなどの悪循環。これじゃあ逆効果ですよね。ここで本書で取り上げられている以前ドイツで放送されたテレビ番組についてのエピソードをご紹介します。ゴミ屋敷をきれいにするよくある断捨離企画の番組。不要なものをたくさん捨てて家主も物から解放されてすっきり暮らせると満足していました。
しかし数ヶ月後には家主がうつ状態になってしまったのです。心理コンサルタントや精神科医の力を借りても全然治りません。そこで最終的に家主を救ったのはゴミ屋敷のものでした。スタッフが倉庫に残しておいたゴミ屋敷の家財道具でガレージセールを開くことにしたのです。 75% ほどの家財道具が売れ、売り上げは数十万円にもなりました。家主は自分のガラクタがこんな大金になるなんてと喜び、だんだんと元気を取り戻していったそうです。このエピソードのように、いきなりほとんどの持ち物を処分してしまうと、人によっては心が病んでしまうことがあるといいます。だからこそ、物を処分する際にはじっくりと自分の心と相談し、納得しながら減らすべき。沖さんはこのように主張しています。完璧を望まずほどほど思考で。最後に、完璧を望まずほどほど思考でについて解説していきます。冒頭で物と心の量は6割とお伝えしましたが、こちらの6割主義はそれ以外にも共通しているといいます。例えば時間の使い方や運動量などもそうです。沖さんは6割程度のほどほどにとどめるように努めているといいます。とはいえ、物の考え方を数値化するのは難しいですよね。そこで沖さん流の6割主義でいられる心の在り方について3つのポイントをお伝えします。自分の欠点を自覚し、素直に受け入れる。人生誰しも、いい時と悪い時の波は必ずあるものです。人は失敗から学ぶことができます。失敗を生かし、受け入れることで人生はさらに豊かになっていくといいます。自分は中途半端で構わないと思う。完璧を求めないという考え方はよく聞きますが、どこで妥協するかが悩ましいところ。6割主義の心を思い浮かべることで楽になることもあると沖さんは主張しています。6割の中で自分なりのベストを尽くす。6割でいいからといって中途半端な状態で怠けることとは違うと沖さんは述べています。時間を上手にやりくりして6割分だけ全力で頑張る。そうすることで少ない頑張りでも満足感があります。以上、沖さん流の6割主義の考え方を見てきました。完璧を求めないイージーな考え方、ぜひ参考にしてみてくださいね。では最後に、この動画の考え方をまとめて振り返っていきます。まず、物は一度に捨てるのではなく少しずつ減らし続けるということ。そして、普段から6割の心力でベストを尽くそうということでした。仕事や片付け、家事などの作業で疲れた時、たとえ作業が6割しか進んでいないとしても休憩するのがいい。沖さんはそのように述べています。残り5割で休むと、あと半分もあるという気持ちになってしまいますが、6割まで終わっていればやる気もフェードアウトしにくいそうです。この時のおすすめは、休憩できる避難場所をいくつか作っておくことだといいます。例えば、外でランチをしたり、お散歩をしたり、公園で読書をするのもいいですね。その場で気分転換するよりも物理的に場所を離れること。外の空気を吸い込むと新鮮な発見をして、また作業に取り掛かろうという気分になれますよ。以上で、暮らしにちょうどいい物の量はどれくらいの解説は終わりです。概要欄に今回ご紹介した本のリンクを貼ってありますので、チェックしてみてください。お付き合いいただきありがとうございました。このチャンネルでは、片付け、掃除、家計に関する本を紹介しながら、暮らしを良くするためのお役立ち情報を配信していきます。気に入っていただけたら、チャンネル登録やいいねをいただけると嬉しいです。また、このチャンネルの運営会社、アシストでは、公式 LINE の登録をお待ちしております。お片付けや出張買取などのご依頼がスムーズに行えるほか、有益な情報もお届けしています。詳しくは概要欄にリンクが貼られているので、チェックしてみてください。それでは、また次の研究動画でお会いしましょう。バイバイ。